福島県チャンネル。おはようございます。今日は2021年1月10日。いやー、もう10日ですね。早いね。今日はちょっと用がありまして、車で移動なので、ちょっとゆっくりお話でもしようかな。年末か、年末、僕の恩師でもある布圭一郎さんから、布圭一郎先生、布先生から電話がありましてね、今からちょっと1時間会わないかって電話がありまして、俺さ、会ったことなかったからさ、高校生以来ゆっくり話すことも一回もなかったし、もう朝、あの時何時かな、9時ぐらいかな、電話あって、マジその時もうゲロが出そうになって、吐きそうになって、緊張しすぎて、でもすぐ行きますっつって、久々に会ってきました。いやー、緊張したな。何年経っても布先生と会うと背筋がピーンとするし、まあ、コーヒー飲みながら1時間ちょっとか話させてもらいました。布先生、今年で60歳 ?60 なるって言ったかな。すごいね、この年までも指導者やるっていうのは。そうで、布先生と1時間話してさ、お疲れ様って言ってくれて、まあ、それだけでもめちゃめちゃ嬉しくて、それで俺もさ、初めて布先生にこう質問してみたんだよね。これもいい機会だから話そうと思って、なんで、僕をディフェンスにしたんですかって話をね、聞いたんだよね。そしたら布先生も、足元は下手だけど根性あって協調性があるから、その総合的に考えたら向いてると思ってチャレンジさせたって。全然今までそんなこと聞かされずにさ、とりあえずお前ディフェンス今日からやれって言われて、もう嫌だけど怖いからやらなきゃいけないみたいな、そんな感じでやってきたから、なんかその答えが聞けてちょっと嬉しかった。てか布先生とこう一対一で話せて嬉しかったな。でも目が合うだけで気絶しそうだったいやでも話せて一歩前進って感じかな、布先生と。指導者として俺の人生を大きく変えてくれたから、もう一生一生感謝だね、先生には。じゃあせっかくだから市船のエピソードでも話そうかなね。とりあえず市船に入ろうって思ったのは、北島さんとか原龍太さんとか羽田さんとか中澤壮太君とか、その人たちを見て市船ね、昔から高校サッカー見てたし、市船行きたいと思ってセレクション受けて、案の定推薦なんかもらえなくて、とりあえずでも入りたいからって親に頼んで家庭教師つけて勉強して、一般で
市船に入りました。もう市船入ってサッカー部入ったらもうあとはもうこっちの努力次第だろうっていう考えね、昔からあったから、とりあえず勉強して入りました。入って初日で後悔したね。きついわ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 。朝始発で行って朝練する前に、1年生はラインを引いて、で練習きつくて先輩に怒られ先生に怒られ、 でも仲間には負けちゃいけない、終わって今度はトンボがけ、当時はやっぱり土だったからね、トンボがけして、帰りは終電で帰って、もうくったくたになりながら帰ってきた毎日だから、もう精神的に病んで、あの10円ハゲみたいなのもできたし、白髪だらけにもなったし、本当に学校辞めようかなって、親がねボソッと学校辞めてもいいんだよって言ってくれて、それ聞いたらふざけんなよまだやってやるよっていう思いで続けれたのを思い出すね。本当にきつかったからな市船。でもあのユニフォームを着たくてさ、初めてユニフォームもらった時は家帰って、あの発表会みたいな鏡の前でしたな。あのユニフォームはやっぱり特別だね、アシックスで、あのシンプルなデザインが相手に脅威を与えてた気がする、そう、あの市船の中でね、俺が3年間やって布先生に一番怒られた時があります。それがね、クリスマス事件って言われてて、そう、あの選手権前に羽崎で必ず、選手権合宿っていうのがあるんですけど、その選手権合宿に行くのに、僕はまあ1年生からこう幸運なことにメンバーに入って、まあ、試合も出させてもらってたんで、あの準備をしなきゃいけないんですよ。でその準備をするのに、マーカーとか、ボール、空気入れ、コーナーフラッグとかもう全部をバスに積んで羽崎に行くんですけど、その日たまたまねマーカーをね積むの忘れちゃいましてね、羽崎についてじゃあ練習するぞってなってマーカー持ってこいって布先生が言ったけど、マーカーがないんですよ。焦ったね、あれにはもうこの世の終わりだと思って、先輩たちも何やってんだよって。でも俺はさもうテンパっちゃってさ、で布先生が忘れたことに気づいてこっちに来て、まあ怖かった。何があったかは、話しませんが、たくさんたくさん怒られた。そう、マーカーがないからさ練習になんないわけよ。その日の練習はもう内容は覚えてないけど、たくさん傷ついた記憶で、その日ね泊まって、で朝もまたマーカーないかなって思ったら、マーカーがあるわけですよ。マーカーが、忘れたマーカーが、布先生がねその日に羽崎から市船に一人で戻ってマーカーだけ取りに帰ってくれたんですよ。そう、
いやー申し訳ないことしたなって。でもちゃんとそういう風にね、俺らがミスしたことをちゃんと野呂先生がこう助けてくれて、さらにちょっとこうプレッシャーを感じてごめんなさいって謝りに行って、そこからこう練習して、でまあいつも通りの選手権合宿が無事終わり、選手権に向かったっていう。そう、当時ね、俺とカレンが1年生で選手権メンバーに入ってたんですけど、そう、俺とカレンが忘れたのに俺の方がめちゃ怒られたからね。怒りやすいのかなとか思ったけどね、俺のこと。うん、そんなエピソードもありましたね。いや、布先生との思い出っちゃあれだけど、市船3年間は本当にきつい、きつかった、鍛えられたっていう3年間でした。でも結果も全て出てプロになれたのも布先生のおかげだし、その他のスタッフ仲間のおかげだと思うんで、うん、いろんなね、そのタイミングもあるし、いろんな人に巡り、いいタイミングでね、恵まれたなって思います。はい、いやー、布先生といつかね、指導者としてね、タッグ組んでやりたいなっていう夢があります。いつかわからないけど、いつかね、一度でいいから布先生の元で一緒にこうチームを率いてやりたいなって思いでいます。それこそ市船の指導者もやってみたいし、こう自分がね、こう引退して覚えてくれてるうちにね、指導者選手とかに教えたいなって思いがあるので、今年は、まだこう、指導者の道がまだ全然ないんですが、いつかね、布先生と、市船関係の仕事をね、一度はしてみたいなと思うので、今年からね、少しずつですが、頑張っていきたいと思います。市船エピソードはこれぐらいかな。うん。また、次は、他の話しようかな。とりあえず目的地に着いて帰りは違う話しようかな。じゃあとりあえず以上で。